はい、皆さんこんにちは、グッズでございます。今回ね、ゲーム紹介でですね、Nintendo DS ソフトのこれは買っとけシリーズからトーボですね、エレクトロニックアーツさんから作った、ゲームで、めったに売ってないんですよ。で、これをね、軽くちょっと紹介していきます。で、このゲームですね、ちょっとま、始めからでしょうかね。トーボっていう、まあね、女性と男性とね、選べるんですけども、まあ男性できます。トーボっていうね、不思議な生き物を集めながらね、サウンドバトルしながら進んでいきます。で、このゲームの特徴はサウンドバトルで、まあ音ゲーじゃないんですよ。攻撃するときにあるリズムを叩きながら、バトルを繰り広げます。それがね、結構斬新で面白くなっております。で、これ主人公なんですよ。そう。で、このゲーム、タッチペンでしか動かないので、あ、十字もこんかな。とりあえず、これ、たぶん。ああ、これでか。これタッチペンでね、こうやって動きます。OK で。で、行きましょう。どこや？あ、違うな。ちょっと待って。これ。で、これね、タッチ面全部操作なんで、至るとこ触って、こうやって進んでいきます。で、ここで進んでいきます。トゥーブはね、あんまり売ってないので、見つけたらね、ほんまに買ってやってみてください。これ戦闘ですね。これがもし戦闘です。あ、まだな。これ仲間かな。ピンキー、最初の仲間ですね。これね、これで、こういう風にね、仲間を見つけます。勝手に仲間はね、友達として入ります。まあ、依頼があって、なんか、探したりして、そういうのをこなすと仲間になったりします。割らへんかった。割れたよな、確か。後でか。ゾンボ。ゾンボっていうのが敵ですね。で、戦闘ですね。ごめんなさい。これが戦闘です。選んで、それに応じてこういうなんか枠があるんですよ。これになんか重なった時にタイミングタッチですね。これがサウンドバトルです。こういう風にね。で、それにちゃんと合わすことによって、ね、ダメージが、だいぶ打撃を与えたりします。で、このゲームちょっと長いので早送りとかもすることができます。OK。よし。こう。で、このゲーム割と特性があって、何ですか？これね。戦闘です。あ、ごめん。このね、バディケーキを選択して、こう。重なった時にこう。これでダメージを与えます。もう一回これできるの？これでく敵もこうやってコミカルに動きます。
よし、こういうふうに。うまいこといくとね、追加にダメージ与えし、ダメージをね、与えることもできます。で、キャラクターによってね、全然ね、タイミングとかね、攻撃方法異なっていってね、見てて楽しいゲームになっております。こうやってね。リンゴがね、回復アイテムになります。で、このリンゴ。で、あ、食事を与えてくださいっていうな。リップサックで、リンゴを、これ渡す。これ。これでね、与えました。コミカルですね。で、バック。あ、来たな。敵ね。で、来ましたよ。バトルはね、3人まで参加できるので、仲間がおるとね、3人、3対3の、戦いになります。ゾンボには属性があって、この攻撃に対して、こいつが弱いとか、一応属性がある。3つの属性があるんですよ。それによってね、キャラクターを特化引っかえしながら戦っていきます。音に合わせます。リズムゲーなんでしょ。リズムゲーなのか、リズムバトルか。珍しいでしょ。早送りできる。そうだ、こうやって早送りできます。このゲーム面白いんでしょ。クリアしてないんですけど、あ、またすいません。途中ね、結構難しくて、レベルもあるんですけど、敵がね、一回倒すといなくなり、あと出てきなくなるんですよ。ほんでね、レベルアップしようがなくなってきて、詰まったりするので、途中ね、考えないといけないんですよね、割と。音がね、すごいいいの、コミカルで。んで、この風船、ああ、風船か。風船に、この音符なんか使えてんな。パワーヒル。あ、この上のね、この丸いやつ、これがここの位置にならないと使えないんですよ。これね、攻撃するとメーターが溜まってきて、まあマジックポイントみたいなのが溜まるんですよね。
で、それが回数分、協力の魔法みたいなのが使えます。まあ、特殊な行為ですね。レベルが上がると増えていってね、強力なほど3つ4つって必要になるんですよ。そうやって戦ってきます。ピンキを回復させる、試しサーサラアップはね、どうも来たね。一回やってみましょうか。で、今使えないので、これでまず攻撃します。回復も使えます。5、今、7も、あ、違う。どこで見るの？ 4 持ってんのか。ここ使えるのか。あ、使えるのか。ん？あ、上ですね。ここですね。3持ってるんですよね。使えない。使えるのか。ダメージそんな与えへんのね。イベントかな。あ、次のあれか。ドラゴンリー。あ、これでね、2人目になりました。あ、あれが盗んだから取り返せってことね。で、こういう風に行くね。仲間と共に戦います。これね。戦いましょう。二人ね。で、多分こいつの属性は、あ、でもこれなんで、星なんでね、グーに多分強かったんで、こいつ選びます。カウンキック使えないのでね、今ないので、使えないので、パイルドライバーで。僕だいぶ変わります。ほら。こういう風に結構コミカルでしょ。ディズニーポイントで、カウンキック使えます。あ、でも、あ、ダメージ10で1個いいな。今2個持ってるから、おぉ、10万当たる。あ、まだ死なんのね。かわいい。
ペコンペコンって。イエス。あ、かわいい、よくした。こんな感じですね。このゲームね、おすすめなんで、一回やってみてください。これ、ね、ほんまにね、戦闘がね、割と楽しいので。で、いろいろ、まだね、他にもね、いろいろできちゃうんですけど、まあ、それはね、自分の目でね、勝って楽しみください。簡単に言うとね、キャラクター同士のあることとかできちゃうので。で、意外とね、何十種類もね、どこ？ここ。何十種類もの頭部がおるので、それでね、割と、育成の楽しみ方もね、一つです。これでね、アイテム取ったんで。ここに。ここに似てきおるけど、でこれはセーブは、これはあボスをポップステージを探そうとかね。あ、今回以上です。Nintendo DS ソフトの Turbo からでした。みんなね、これぜひ探してみて、やってみてください。面白いのでね。以上です。グズでした。また見てなー。